の大臣たる国務大臣通称は経産省1949年にそれまでの商工省を再編解消して通商産業省を置き商工大臣を廃止して通商産業大臣を置いたのが起源1960年代の高度経済成長期から1990年代のバブル経済期に至るまでは最重要閣僚の一つとして 外務大臣や大倉大臣と肩を並べる存在で自民党政権下では派閥の領収や次世代を担うことが期待される有力者が認じられることが多かった。毎年行われる先進国首脳会議には各国の首脳に外交担当閣僚と財政担当閣僚が同行し、それぞれが首脳会議、外省会議、財務省会議を行うが、 1980年のベネチアサミットでは開催10日前に大平正義首相が選挙戦の最中に休止したため日本は大北三郎外相が太平の代理として首脳会議に出席外相会議の方は佐々木義武通産省を急遽同行させて大北の代理として出席させている2001年に実施された 中央省庁再編でこの通商産業省が、さらに再編、解消されて、経済産業省となり、これに伴い通商産業大臣も廃止されて新たに、経済産業大臣が置かれた。慣例として、国際石油開発、定石株式会社の黄金株を保有している。ありがとうございます。